戦略的恋愛カードバトル、今から来い。をやります。イェーイ、ルール説明よろ。今回5人なので、手札を6枚ずつ配ります。で、あなたたちは今から来い、ちゃんに恋してる同級生です。彼女の突発的なわがままに応えて、彼女のハートを射止めた人の勝ちです。一人が恋ちゃん役をやつんですが、今回は初回なので私がやりましょう。それは助かる。まず今から恋フェーズ。恋ちゃんはカードを使って時間、場所、目的を決めます。今から光さす未来に鐘の音が聞こえた後に踊りに来い。ダンスは、苦手だな。光さす道となれ。とまあそんな感じで決めます。で、そうしたら各プレイヤーは手札を最大2枚使って恋ちゃんとのデートプランを準備します。まあ今回は例なのでこれも私がやりましょう。例えば、光さす未来へ、空、をランニングしながら行くぜ、みたいな感じです。駆けつける方法やデートプランを説明してください。そうしたら他のプレイヤーはそれに対して妨害ができます。妨害も同じように手札のカードを使います。でも空は天変地異、起きてるから無理だよね、みたいな感じですからね。で、妨害は他のプレイヤーは一人一枚までできます。で、GM。恋ちゃんがそれだと来れないなって思ったら言い訳フェーズが始まります。自分のカードでその妨害を乗り越えてください。奇跡が起こってなんとかなったやろ。まあこんな感じです。で、恋ちゃんがそれで妨害なんとかなったなぁと思ったらデートに行くことができます。成功です。で、それを全プレイヤー繰り返します。説明してって妨害して、妨害を跳ね返してをやります。で、全員のデートプランが出揃ったら恋ちゃんが一番好きなやつを選びます。選ばれた人が勝ちです。大体ルールは理解できたぜ。じゃあまあ行きましょうか。恋ちゃんの要望はさっきのやつで。今から光さす未来に鐘の音が聞こえた後に踊りに来い。シンクロ召喚。ダンスは得意よ。で、ハジーさんからデートプランどうぞ。まあ光さす未来なんてね、そんなのワイバーンに乗っていけばいけますよ。そして踊りながら俺とラップをかまそうぜ。なるほど、ラップでダンシング。で、妨害の時間だ。そのワイバーンさ、俺のバハムートに焼かれてない。くそったれ。まあ他の人も妨害はできますけど、手札を残しとかないと自分のターンで妨害防ぎにくくなるので、そこは考えながらどうぞ。妨害し続けると自分のバックが弱くなる。いなさそうね。じゃあ防ぐフェーズです。バハムート出されたらそりゃ無理よ。全破壊よ。だから妨害は成功してると恋ちゃんは思います。で、妨害を跳ね返すフェーズ。それはどうかな。その破壊したと思ったワイバーン残像地やね。そして残像に気を取られてる杉に光さす未来へ行く。確かにバハムートの破壊効果はスターダストで無効にできるな。つまりデートに行ける。どっから出てきたよスターダスト。ワイバーンは実質スターダストやろ。とりあえず成功です。じゃあ次 HC さんどうぞ。光さす未来へ、私は B ダッシュで向かうで踊れるタイプのアイドルライブってのがあるので、それで恋ちゃんとダンスデートをします。アイドルライブデート。私はオタクに優しいギャルだった。じゃあ行かせやしないでフェーズ。でもオタクに優しいギャルって二次創作でしょ。最強すぎる。これは強い。そんなの二次創作だよ、実在しねえから。強すぎてこれ以上妨害する必要がない気がするな。じゃあそれはどうかな。ファイズ。オタクに優しいギャルは存在しねえ。オタクに優しいギャルはオタク以外にも優しいからな。現実に存在しなくても社長たる私の権力をもってすれば捏造することができる。でもこれコリカンの社長じゃね。コリカンの社長にそんなこと無理だよ。やめろよ。コリカンのゲームだぞこれ。あっちの社長さんもできるかもしれへんやろ。誕生日であんなにたくさんの人が集まったんだぞ。死神と暁でしたが、社長さんがオタクに優しいギャルを作れるのか。これはどうなんだ。恋ちゃんが悩んでる。社長さんって挽回できたっけ。誕生日に天差残月もらってたからできるやろ。じゃあいけるやろ。でも社長クイズの時に挽回できるわけねえだろ、はじめ会だわって言ってたぞ。じゃあダメだわ。はじめ会できるだけで石棺にはなれるんだぞ。でも挽回は10倍のパワーアップだし、歴史に永久に名前が刻まれるし。はじめ会だとオタクに厳しいギャルだわ。デート失敗。マジかよ。がっかりだわ社長さん。社長さん挽回してくれよ。じゃあ次ニコライさん。俺はこのレベル7のスロットマシーン AM7 にレベル1のジェットシンクロンをチューニング。石願いが新たに輝く星となる。光さす道となれ。シンクロ召喚飛翔せよスターダストドラゴン。強すぎる。で、はそれはどうかなフェーズ。じゃなくて行かせやしないでフェーズ。はい、奈落の落とし穴。じゃあ俺も行くぜ。なんで俺だけ2枚も来るんだ妨害。我が記憶に眠る2つの希望、その希望を隔てし闇のタイガーを貫き、今その力が1つとなる。エクシーズ召喚現れろ。ナンバーズ38希望回遊タイタニックギャラクシーを召喚。攻撃力はスターダストを上回る3000だ。ちなみにどこに落とし穴打ったの。スターダストドラゴン。スターダストドラゴンに落とし穴は効かないな。無効にできるので破壊して除外だからな。ただタイタニックやラクシーがいるので妨害自体は成功です。ここはまずサンダーボルトを発動。電化
タイタニック、ギャラクシーの効果発動、その効果を無効にし、フィールドのそのカードをこのカードの下に重ねてエクシーズ素材とする。だがそれでターン1のタイタニック、ギャラクシーの効果は使わせたぜ。それはどうかな、フェーズは邪魔されたカードの枚数までだぜ。落とし穴打たれた分カードがあと1枚使えるぜ。だがここで制限時間の30秒が経過。何？タイタニック、ギャラクシーにスターダストドラゴンが戦闘破壊、デートは失敗だぜ。バカな。じゃあ続いてにはチキ先生。カリサス未来。つまり、太陽、へ向かって UFO、へ踊りに行こうぜ。UFO で。未来だからな。UFO くらいないとな。だが太陽に向かう途中で異世界転生してしまった。しかも異世界の孤島だ。確かに異世界の孤島に行ったらデートは無理かな。私の UFO はイグミッション装置という発火装置がついてて、その力によって異次元の壁すら突破する。それに陽キャだから異世界に行ってもええだから。これはイグミッションで行けるやろ。デート成功です。では全てのデートプランが終わったので、こいちゃんが決めます。ヒカリサスミキヘドラゴン族がいるのは強いな。 T さんが優勝。やったー。あいつ遊戯王のことを理解し始めている。よし、じゃあ2回目やりますか。では次は私がコイちゃんをやろうではないか。と、今からここではないどこかに雪が積もる頃にパーティーに来い。パーティーしようぜ。パーティー行こうぜ。パーティー。むず。これ妨害用に使いたい。妨害用に使いたいけど、これ使わなきゃデートプランが立てれない。じゃあみかんさんからデートプラン言ってもらおうかな。まあまず今ではない、ここではないどこかに行くってことは、そう、ペガサスに乗っていく必要がある。ペガサスに乗ってパーティーに行って、俺とフィーバーしようぜ。ペガサスに乗った王子様とフィーバーしようぜ。これはもうハッスルですね。じゃあ行かせやしないぜ。フェーズ妨害を1枚ずつできます。電車の遅延があってフィーバーできないっす。雪が降り積もってるからダイヤに乱れが生じて運休です。ペガサスが運休。あ、これはいけんわな。じゃあこちらもフィーバーしてるって言うけどさ、それ幻じゃね。盛り上がってるのはお前だけだ。どうして？雪が降り積もってペガサス号は運休だし、寒さのせいでみかんさんが幻覚を見ているのかもしれない。なるほど。じゃあ言い訳フェーズをしていきます。でもこのペガサス雪とか大丈夫なんですよ。このペガサス宇宙ペガサスなんですよ。宇宙ペガサスは雪とか平気なんですよ。宇宙なんで、確かにフィーバーという幻を見ているかもしれない。だがその幻は壊せるんですよ。そう、みんな、マルタ、は持ったか。マルタで幻を破壊だ。どうすか。まあ確かに心にコスモを感じたから、これは完全にペガサスファンタジーなんで、これは実質ペガサスファンタジーなんじゃないですか。やったぜ。ペガサスファンタジーだったからとしてなんなんだよ。つまりデートに行けるんですか。でもマルタだな。マルタが怪しいんだよな。これはペガサスファンタジーだけどダメですね。幻を突破できなかった。くっそー、俺の手札じゃ幻を突破できなかった。いっそ全部ペガサスファンタジーで突破した方が良かったかもしれない。セイントセイヤ知らねえんだよ。じゃあ次 T さん。はい、ここではないどこかに行きたい。それならそう、仮想空間、だよ。仮想空間なら演出も自由だから雪が降り積もる頃もできる。そしてそこに最高の、スマイル、を引っ提げてパーティーに行こうぜってことだ。じゃあ行かせやしないぜフェイズ。仮想空間に行こうとしてパソコンを起動させようとした。しかし、ネズミ。そう、マウスが動かない。マウスが反応しない。これでは仮想空間を起動することができない。これは致命的ですね。これはダメですね。他の妨害はなさそうかな。これは仮想空間にはいけませんね。じゃあそれはどうかなフェイズ。それはどうかな。実は俺の知り合いにはパソコンの部品メーカーの社長がいるんだよ。その人に頼めばマウスなんてすぐ直してくれる。つまり仮想空間にはいけるんだよ。どうすかこいちゃん。ふむ。だが雪が積もる頃に社長が間に合うのか、交通網も麻痺してるんじゃないか、そこまで考えんの。つまり社長さんは間に合わない可能性が高いんじゃないか。近所に住んでるかもしれへんやろ。近所に住んでるというのなら、まあ、じゃあ社長が間に合ってデート成功ということにしましょうか。やったー。じゃあ次 HC さん。ここではないどこか。そう、夜話題、異世界転生、時代。そして私のパーティーはただのパーティーではない。それこそ、スパーク、するほどの素晴らしいパーティーさ。じゃあ行かせやしないぜフェイズ。異世界。そんなものはないんだよ。神は言っている。この世界は一つだけだと。聖書、にもそう書いてある。スパークするパーティー。それってもう、クライマックス、じゃね。パーティー行っても間に合わなくね。こいちゃんこの妨害どうすか。確かに異世界というものは存在しないからな。トラックに轢かれて死んだらそこで終わりなんだよ。駅の前で配ってる聖書にそう書いてあった。こいちゃん、スパークだからクライマックスは別に妨害してないんじゃないか。だが異世界は聖書にはない。私は二宮金次郎ばりに聖書を読んでるので。こいちゃんどんなキャラなんだよ。じゃあそれはどうかなフェイズ。聖書、そんな聖書は邪教ですよ。邪教は燃やさないとね。イグニッション点火。噴書やめろ。聖書を燃やしたところでな、教えは残るからな。そんなパワープレイ出られたら、二宮金次郎ばりに聖書を読んでるコイちゃんが黙ってるわけないだろ。このゲームはコイちゃんが全てだからな。コイちゃんが悪だと言ったら悪よ。聖書を燃やしたところで解決にはなりませんね。デート失敗。マジかよ、イグニッションが。これ最後のニコライさんがデート失敗したら
ら消去法で T さんの勝ちになる。ここではないどこかにパーティーに来い。つまり今まで見たことのないようなパーティーを見せてほしいということではないか。俺は、金持ち、だ。その金持ちの力を使って集めたのさ。3000人の主要層、おな。3000人の主要層と大パーティーだ。しかも恋ちゃんは二宮金次郎ばりに聖書を読むほどの信者。だからこの3000人の主要層にはテンション爆上がりの技だぜ。さあ、3000人で聖書を読もう。前の設定使っていた。こんなパーティー見たことはないわ。でもその金持ちさ、最近翼が生えて全に召されちゃったんだよね。神は言っています。そのランチキ騒ぎをやめなさい。その3000人の主要層嵐に巻き込まれてこれないんじゃない。その金持ちに翼が生えて天に召された。それはそいつが神としてパーティーに来れるんじゃないか。ふん、それにそんな困難があっても教えがあれば理想の未来の自分に進化することで解決することができるのです。あ、これは強いな。教えを信じるのです。神は乗り越えられる試練しか与えません。その神が言っているのです。ランチキ騒ぎをやめろと。でもいろんな宗教もいろんな宗派に分かれてるからね。3000人の主要層を集めるパーティーを指定する神は異教徒の神でしょ。やっぱり理想の未来の自分へ進化するために3000人の主要層と大パーティーだ。これは素晴らしいデートだ。これはもう3000人の主要層とデートに行くわ。対象者はニコライさんです。カードの引きが強いって。聖書あたりから宗教色が強すぎる。